みんな優しい笑顔を見せて夢を歌えば涙も消える。歌いましょう。町から町へほがらかに歌の花束咲かせましょう。歌いなさい嵐に負けず、いつも明るく手に手を組んで共に歌えば嘆きも晴れる。歌いましょう。胸から胸へ清らかな歌の微笑み送りましょう。入荷製造株式会社創立以来45年、すべてこのわしの思う通りにやってまいった。薄利多売、進出第一、交渉優雅。社長、あんまり興奮なさらないで、先生早く注射。おいおい、静かになったじゃないか。社長が死んじゃったら誰が社長になるのかしら。安田専務じゃないかしら。違うわよ、社長にお孫さんがあるはずよ、お嬢さん。するとお嬢さん社長か。ところがそのお嬢さんってのは大変な代物だよ。いや、お立派な方針です。しかしこんな古臭いやり方では製品が売れれば売れるほど会社の腹にひびが入りますよ。何？赤倉君、もうやめたまえ。社長のお考えはもちろん損をしてまでもということじゃないんだから。しかし専務、現状はそうじゃないですか。私は経理部長として会社のためを思って言ってることなんだ。社長のワンマンぶりもいい加減にしてもらいたい。黙れ！黙れよ！わからんやつはクビじゃ！やめたまえ！よろしい、やめさせていただきましょう。赤倉さん、小枝君、どうも僕には経理部長は務まらんよ。社長が偉すぎてね。なんじゃ。社長、お静かに、血圧が。くしゃ。先生、早く注射お願いします。安田君、はい。しかも社内で勤務時間中に怠けているようなものはないだろうね。いえ、決してそんな。精神を持ち出して横流しなどをするようなものもないね。はい。敷き締めにはいかんよ、敷き締めには。は、かしこまりました。それから、由美子さん、赤倉の後は君のお父さん、あ、書いたんだ、経理部長の後任は君にやってもらう。いいね。は、粉骨砕身。風邪か？いえ、由美子さんも孫に一度会っておいてもらいたいから、わしと一緒にうちへ来てもらうよ。はい。あ、由美子、社長のお供をして気をつけてね。はい。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。杉浦先生、は、まどかは勉強しておりますか。は、あ、ただいま湯川先生の物理学の時間でございます。すぐ呼んでください、大事な用があります。は、湯川先生、先生、先生、先生。アトム、すなわち原子の構造は困りますな。事業中に眠ったなどしては。お嬢様はどこへ。お嬢、あれ、逃げられたんですね。何か飲まされましたか。お嬢さんがジュースをやたらに飲め飲めと。メモリー薬。やられた。あ、もしもし、料金80円。はい。え、1万円札？お釣りがありませんよ。あ、あ
後で届けて。江川さんの楽屋よ。おい、関係ない。お、出川君、まだ江川君は。まだなんですよ。なんだか、どうしたんだ江川君は。お、困るな。すいません。どこ行ったんだよ。あと3分しかないんだよ。はい、早くして。君だね、江川君を連れ出したのは。何をしていたんだね、今まで。ジャズ聴いて、お食事して、それから。我がにするのもいかにしたまえ。でも幕に間に合ったからいいじゃない。出演者は開幕30分前には楽屋に来なくちゃいけないんだよ。何さ、5分や10分遅れたって。ああ、のぼせ上がるのもいかにするもんだ。いくら江川君のファンでも、舞台は君一人のもんじゃないんだ。みんなに心配かけて、それでいいと思ってんのか。あんた一体何なの。秋山五郎、ここの舞台監督だよ。すみません、また言わなかったね。はい、食べ、はい。聞こえるかね、あの拍手。女優、舞台が生命なんだ。君たち、ひいきにしてくれるのはいいが、君のはひいきの引き倒しというもんだ。僕たちはみんな真剣に働いてるんだよ。君たち金持ちの勇敢令嬢に分かるまいが、まあ遊び回ってる暇があったら、もっと世の中を真面目に考えてみるんだね。さあ、ここは邪魔だから客席行ってみたまえ。僕はいいの分からないのか。客席行ってみたまえ。何をぼやぼやしてるんだよ。さあ早く並んで。すぐ4件だよ。どうして分かんないんだろうな、毎日やってることは。特別に用だったからだ。忘れるなよ。月末までに間違いなくお届けします。どうもお忙しいところすみませんでした。お気をつけてお帰りください。ちょっと通してくだしゃんせ。ご用のないもの通しゃせぬ。この子の七つのお祝い。ちょっと、お稲荷横丁ってここでしょうか。ここです。私がお稲荷の参拝です。どうぞよろしく。ちょっと通してね。お嬢さん、大きな箱持って、あ、誰かにプレゼントしようってんですね。いいなあ、僕もお嬢さんみたいな綺麗な人に一度でもいいからプレしてもらいたいな。三八さん、え、お安くないね。お嬢さん、頼みがあるんだよ。なんだい。俺に女難の層があるか。前なんかにあるもんかい。パーパーパー。秋山さんね、ちょっとわかんないんですけどね。どうも失礼しました。お、さんちゃん。お、ちょっとお尋ねしますけどね。なんだい。あ、秋山さんって知らないかな。秋山。うん、ちょっと待ってくれよ。うん、うちが桜川だろ。桜川さんでしょ。ここが森川ね。森川さんね。浅間山は信州でしょ。そうそう、信州ですよ。赤城の山が国定忠治だね。そうですね。忠治はどこにいたのかな。どこにいたのかな。忙しい人だったそうだからね。何言ってんだよ、お前さんのくせに。沖山さんたら五郎さん家だよ。あ、五郎さんが。あ、どう、失礼しました。五郎ちゃん、名字があったんだね。ねえ。五郎さん、五郎さんならまだこれから帰ってないわ。先生、いつまでご飯炊いてんだよ、お客だよ。はりかい、お給かい。そんなこと自分で起きよ。よし、来た。結構、あと頼むよ。五郎さんの家どこなの。隣よ。用事なら私届くけど。これ持ってきたんだけど、届けてくれる。あ、じゃあ、圭吾さんがいるわ。ちょっと、ちょっと。圭吾さん、圭吾さん、圭吾さん。並木圭吾さん。圭吾さん、圭吾さん。圭吾さん。並木さん。圭吾さん。何かあったんですか。五郎さんにお客様よ。どなた。この方。あ、あ、そうですか。じゃあとりあえず入ってください。私ここで。いやいや、角打ちで用件を聞いたが、礼に対して失礼。菊ちゃんも入り。うん、どうぞどうぞどうぞ。
あのね、ちゃんね、これ。何？プレゼント。何じゃこれ？ハンドバッグ。これが。おはお。何してんだよ、お前。ほら、ご飯が吹いてるよ。じゃあ。ほら、そう。どうぞお上がりになって。さあさあさあ。もう間もなく晩飯食べに帰ってきますからね。どうぞお待ちになってください。あの、これ、五郎さんに。ああ、何ですかこれ。ああ、お菓子ですか？いただいてもいいんですか？どうぞ。あ、それじゃあ、失礼して。ああ、あのね、見せ物じゃないからね、帰ってくださいよ。でも、チョコレート…いや、それじゃお客さんに失礼だ。またね、またね。さあさあ、後でね。後で、後で。さあ、さあ。覗いてはダメ。いや、どうも、失礼しました。いやぁ。おぉ、これは僕大好物なんですよ。私、小原まどかです。あ、僕は並木健吾です。はぁ、あ。ん？この頃日本酒チョコレート味が落ちたなぁ。あ、そう、お茶入れましょう。あ、いいんです。いやいや。それに包装のデザインが悪いな。なっちゃないな。すみません。いや、別にあなたがああなることはないんですよ。日本一乳化に、の経営者に頭のいいのがいないって言ってんです。もっとインダストリアルデザインを研究しなくちゃ。あなた、レイモンド・ロイって人知ってますか？アメリカのジャズシンガー。いやいや、同じアメリカでも産業デザインの大家でね。ほら、口紅から機械車までって本を出した人なんです。僕の先生なんです。先生。ええ、もっとも向こうは僕は知りませんけどね。あ、時にあなた、なんで五郎に。実は、今日劇場で五郎さんと喧嘩しちゃって。喧嘩？考えてみたら、私の方が悪いと思って。いや、気にすることはないですよ。あいつはね、口の悪いところだけが取り柄なんですからね。僕からよく謝っていてあげましょう。大丈夫、大丈夫。さあ。ケイマさん、ご飯よ。おう。どうです、ご一緒にご飯。五郎すぐ帰ってきますよ。いえ、私ただご挨拶に上がっただけですから、失礼します。そうですか。じゃあ、五郎さんによろしく。あ。あ、おかげですか、お嬢さん。何してんの。え、こうやって踊りながら拝むてえと、必ず願い事が叶うてえのが、このお稲荷さんの特徴でしてね。どうです、お嬢さんも一つこう、やってみませんか。私、願い事なんかありませんわ。そうですか。お嬢さんに願い事あるでしょう。一つや二つ、三つ四つ、五つ六つ、七つ八つ。じゃあまたそのうち、さよなら。ああ、このつと、てんつくつくつく、すけてんてん、てんつくつく、てんつくつ、てんつくつんの、すけてんてん。あ、マジ。え、誰だあれ。さあ、誰だか知らないんですかね。あ、五郎さんのとこへ。うん。いや、まさかそんなバカなこと。どうかしたんですか。死んだ瞳の若い時にそっくりなんだ、後ろ姿。なんだね、一生ときたら、若い娘見りゃいつだってそうなんだから。まどか。ただいま。ちょっと来なさい。こちらへ入んなさい。まどか、お前はおぼやけのたった一人の孫じゃ。わしに万一のことがあったら、会社の仕事をやってもらうんじゃならん。今日も社長室に会わせようとわざわざ来てもらっとる。ところがどうじゃ、歓喜の女優などに夢中になって、お前は歌とか踊りで遊び回っていていい立場ではないんじゃぞ。でもまどか、歌が好きなんです。いや、いかん、わしは許さん。でも母さんは浅草の歓喜で歌ってたんじゃありませんか。な、何を言い出すんじゃ。私もお母さんのように歌手になりたいの。バカ者。嫌い、おじいちゃんなんて大っ嫌い。まどか、お母さんを、お母さんを不幸にしたのはおじいちゃんなのよ。まどか、
女の小杖に尽きてる夜は夢で聞きます子守唄しょっぴーってきました。おい、変なこと言うなよ、しょっぴーってきたなんて。でも師匠はそう言ったんだよ。冗談言うなよ、そんなこと言いやしない。さあ、どうぞ。何か用ですか。三八、へっ、お茶菓子買ってこい。おう、お菓子も持ってきましたよ。さっき届け物があって。ああ、お茶っ葉がないな、三八。へっ、じゃあ、買ってきます。表通りじゃダメだぞ。菊屋橋の寿園まで行ってこい。寿園？30分もかかりますよ。30分でも1時間でもいい、行ってこい。じゃあわらじ履いて行ってきます。まあまあ、このチョコレートでも。実はね、このチョコレートを持ってきたお嬢さんのことなんだが、あんたはこの写真ご存知かね。おお、倉若瞳、昔の有名な歌劇スターですね。似てませんか、あの子に。え？そうか、そう言われれば。死んだ私の娘なんです。では、あの小原まどかという。まどか、やっぱりそうでしたか。日本一乳館の社長小原の息子と歌劇女優の色恋、しかも足のような太鼓持ちの娘ですからね。話の行く先は決まってましたがね。それであのお嬢さん、お母さんがここで亡くなったこと。いや、知っちゃいないでしょう。しかし五郎さん、わしは太鼓持ちです。出しゃばっていいお座敷といけないお座敷とは心得てますね。水上バスが到着いたしました。お嬢さん、お嬢さん、昨日のお嬢さん、私よ、お稲荷横丁の。あ、菊子さんでしたね。公園行くんですか。私も上がりなんですの。一緒に行きません？え、参りましょう。上でちょっと待っててくださいね。それダメ、それダメですよ、お嬢さん、とんでもない。ねえ、もし社長に分かったら、この私がクビになっちゃうじゃないですか。そのお嬢さん、ちょっと散歩だっていうから、ここまでお供したんでしょ。ね、お願いです、お願いです。大丈夫だったら。いや、とんでも大丈夫だって、その、これお嬢様の車ですの。ええ。お嬢様の家、すごいんですね。うん、お嬢様、よほど浅草が好きなんですね。ねえ、うちいらっしゃらない？横丁ね、今夜初馬の祭りがあるんです。初馬？ええ、お稲荷さんの。コンコン、コンコン。君のお母さんは浅草の希望だったんだよ。いつも明るい歌で浅草の人たちを慰めたり励ましたりしてくれたんだ。君はその娘なんだからね。お母さんもきっとどっかでこの浅草の日を見たに違いない。私、お母さんのことがとても知りたかったの。
楽屋行ったのもお母さんが働いていたところだと思ったからだったの。だったらなおさらいくら不安でもスターを独り占めしてあんなことしちゃいかんじゃないか。私まだ子供だったのね。お金さえあれば何でもできるなんてつい気になって。それに気がついてくれれば立派なもんだよ。まあこれからはもっと真面目に考えるんだな、お母さんのように。どうしたの？そうか。しかしあんまりメソメソした子になってはお母さんだって喜ばないぞ。大丈夫よ五郎さん。どんな辛いことだって負けちゃいかんよ。負けちゃいつも明るく笑って我慢するんだよ。ね、五郎さん、ん、私歌手になりたいんだけど、お母さんみたいに。歌手？僕は反対だな。ダメかしら。今のところ君に一番合うのはお嬢さんだよ。まあひどい。歌手だって君のお母さんみたいになるのは大変な努力なんだよ。でも五郎さん、私の歌聞いたことないでしょ。どうせ素人芸に決まってる。さて、次はお客さんの小原まどかさんに歌っていただきましょう。まどかちゃん、どうぞ。じゃあ、足並み拝見といくかな。さあ、元気出して。緑のそよ風甘く打ち連れ道行く人の軽い足取りもなぜかしら夢誘う楽しい日曜、嬉しい日曜、ささゆこうよランララン、おかこえの声。口笛吹き吹き君と小鳥のさえずる並木、行けばの金もなぜかしら夢誘う楽しい日曜、嬉しい日曜、ささゆこうよランララン、ほか声の声。お嬢様、大変でございます。すぐお屋敷をお参りください。だって私社長様お倒れになったんでございますよ。おじいちゃんは？いいかまどか、専務に助けてもらってしっかりやってくれ。いや、社長さんだなんてまどかにはできない。まどか社長になんかなりたくないの。またそんなわからんことを。社長、興奮はいけません。興奮は。お嬢さん、社長と申しましても難しいことは私をはじめ部下の者がいたしますから。社長はただ会社の象徴といたしまして。へっ、窓か、わしはすぐ治ってまた出て行く。それまではわしの代理、いや社長の代理のつもりでやってくれんか。わしは2、3ヶ月別荘で静養すればすぐ治って。おじいちゃん、私おじいちゃんの看病ならいくらでもするわ。でも社長さんだなんてまどかダメなんです。できないんです、そんな責任の重いこと。まどか、まどか。社長、社長。海谷君。はい。あ、いや君、お嬢さんをお連れして何とかして。はお父さん、私もあります。女同士でお話した方がお嬢様は聞いてくださるんじゃないかしら。あ、その方がいい。いや、しっかり頼むよ由美子。どうぞ。
お嬢様、お嬢様ご存知でしょうかしら。会社は今お嬢様に出ていただけなければとても困る状態になってますのよ。まあ、それというのも社長さんが会社へめったにお出にならないからですの。お嬢様が社長になってくだされば会社の空気は一新すると思うんです。お嬢様は会社の新しい希望なんです。皇太子様です。専務さんもこれを機会に会社を一挙に刷新しようと考えてらっしゃるんです。お嬢様を先頭に押し立てて。でも窓かにはそんな自信がないの。私みたいなわがままな思い上がったものもっと勉強しなくちゃ。いいえお嬢様、私だって初めて社長秘書になった時はまだ学校出たばかりでまるで自信がありませんでした。不安でした。でも実際にぶつかってみれば何でもないことでしたわ。お嬢様だって社長になってくだされば私たち社員一生懸命働きますわ。それにおじい様、ご自分では明日にでも立ち上がれるようなおつもりでいらっしゃるけど本当は随分悪いらしいんですの。まあ、しばらくお仕事離れて静かにして差し上げるのが一番大事なことなんですけど。ねえ由美子さん、私が社長になったら手伝ってくださる？ええ、喜んで。我が日本一乳化株式会社は創立以来実に45年、薄利多売、品質第一、交渉優雅なる営業方針を堅持し来たったのであります。ここにおいて不肖私社長に就任いたしましても粉骨砕身。どう？結構ですわ。でもちょっとこれおじいちゃんが書いてくださったんだけど、私こんな難しいのやだ。だったらお嬢さんの思い通りなさるといいと思いますわ。そうね、じゃあやってみようかしら。日本中にはちゃんとしたお菓子が食べたくても食べられない子供がたくさんいると思うんです。ですからその子供たちに良いお菓子をできるだけ安く食べていただきたいんです。私が社長になったら明るく楽しく、これが私のこれからの方針です。最初にみんな仲良く、そのためには陰口や悪口は言わないこと、それからいつもニコニコ、笑いは不平や不満を吹き飛ばしてしまいます。さあ皆さんニコニコしてください。もっと笑ってください。それから心を大きく持ちましょう。それにはどうすればよいか、歌を歌えばいいと思います。ララ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 、歌は人の心を明るく楽しくします。仕事の能率を高めると思うんです。ですからこれから我が社では昼休みに全員残らずコーラスをやることにしたいと思います。以上が社長としての第一回の私のお願いです。皆さん一人残らず賛成してくださってありがとう。では挨拶を終わります。歌の練習だぞよ。驚いたね。大変な仕事だぜ。やっぱり湾岸でしょ。幼稚園じゃあるまし、おかしくて歌なんか歌えないわ。まあ、部長、あなたは大谷になりますか。いや、わしはやめさせてもらうよ。まあ、歌は若い人に任せる。いや、それにね、羽生の宿は我が宿、我が宿よ、添い裏山に。
せっかく新社長自らご指導してくださるんじゃ。光栄だと思ってもっと真剣に歌いなさい、真剣に。専務さん。ん？あなたはさっきから一遍も歌ってませんね。はあ。専務は社員たちの先頭に立ってもらわなくては困りますわ。まず専務が模範を示してください。では最初にあなた一人で。はい。いや、私は監督の立場としてここに立って監視を。社長命令です。はい。羽生の宿も我が宿、浜の。どう？思い切って歌えば心が明るく楽しくなるでしょ？もう十分に明るく楽しく。では皆さん、今の要領で一人残らず歌いましょう。はい。宣伝ポスターの決裁を。はい、次マンツー紹介の契約です。はい、センサーファンです。はい、民事堂の件です。財務こんにちです。忙しくちゃ勉強に身が入らないわ。いけませんわ、そんな弱気じゃ。こんなで立派な社長になれるかしら。あら、社長さんも立派にお仕事なさってます。こんな目くらば印刷機みたいな仕事。いいえ、ダラダラコーラス。あれ以来会社の中がぐっと明るくなりましたわ。そう、これからもどんどん勉強なさって、うんといいお仕事やっていただきますわ。やるわ、一生懸命。社長って責任ある仕事ですもんね。要するに先月中の収支がこれでございまして、臨時費を入れますと予算が約1割超過いたしております。しかしながら質問があります。あ、はい。キャラメル大箱100個入りは1800円と書いてありますが、小売店は1700円で卸してますね。私調べてみたけど。あ、いや、それはその品物の ロスを見越しまして、それにいつもこの7、8分の返品が。変ですね。キャラメルは餅が効くから返品は少ないはずよ。チョコレートなら長く置くと白カビが出てロスになるけど。よし、しかしこの帳簿の捜査にはいろいろこの複雑した事情がございますので。そう、じゃあ次。はい、あ、これ置いてってください。あ、持って帰ってよく研究します。いや、しかしそういうことは専務の許可を。社長命令です。はい。あの、あ、落としましたわ、これ。お、いや、ポケットに破れてましてね。もう買ってから5年にもなるんですよ、このジャンパー。どうも。あの、お稲荷横丁ってここですね。そうですな。何か用事でも。日本一入荷の社長さんが来てるはずなんですけど。ああ、
あのじゃじゃ馬お嬢さんならいつも来てますよ。まあじゃじゃ馬だなんてとてもいいお嬢様ですわ。探してんなら一緒についてらっしゃい。どうぞ。ところで、あなたは誰ですか。社長秘書の海田由美子です。ああそうですか。いやどうも失礼しました。いかがですお嬢さん、しっかりやってますか。ネクラバ印刷機になってませんか。まあさん、あ、由美子さん驚きましたわ。何かご用。専務さんが帳簿を受け取りしてくるように。あ、なぜ。社外への持ち出しは困りますって。でも今隣で圭吾さんに調べてもらってるの。圭吾さん、この横丁のお友達の一人。おさんちゃん、できたかい。いくらになった。お、真田八幡引き、木は山千引き。なんだっておい、そんな帳簿で言っても分かんないよ。あ、そうか。6829万3200とびとび53銭終わり。変だな。頼みますよ、健吾さん。浅草の仁王さんのような目でグッと睨んでくださいよ。大丈夫な。バカ野郎、俺を睨むんじゃねえよ。帳簿を睨むんだ。皆さん、中休みよ。お汁粉ができたわ。待ってました。お先に失礼。五郎さん、ご飯の代わりにお汁粉いかが。うん、後でもらうよ。おい健吾、休めないじゃないか。うん。お嬢さん、ケリの帳簿これで全部。ええ、部長さんはこれだけ見れば会社の営業状態が全部わかるって言ったわ。はっきりわかんないがね、お嬢さん。気の毒だけど、あんたの会社はずいぶんひどい状態だよ。本当ですか、健吾さん。まあ今のところ販売成績はまあまあだが、仕入れや製造費を引き締めていかないと、いわゆる自利品で遠からず立ち行かなくなるな。まあそんなに。僕の見るところじゃ、この帳簿の背後には何か不正があるんじゃないかなって気がするんだ。困ったわ。どうすればいいのかしら。ね、五郎さん。だから僕は初めから君に社長なんか無理だと思ってたんだよ。今さら遅いわ。社長になってしまったんですもの。まあ、早いと、お嬢さん社長の社長の方はやめて、お嬢さん専門になるんだな。まあ、ひどい。五郎さん。私これでも一生懸命なのよ。世の中には一生懸命じゃやれないことはたくさんあるんだよ。理想と現実は違うからね。いいわ、私きっと会社を立て直してみせる。覚えてらっしゃい。今にギャフンと言わせてあげるから。あ、いいよ。その時はうちの劇場の舞台を逆立ちして3年回って何と言ってみせるからね。言ったわね。私、今夜は徹夜してでも勉強する。会社経営のどこが悪いかを研究するわ。隅から隅まで徹底的に。まあ、一生懸命やんだな。逆立ちの支度ならいつでもしておくからね。行きます。由美子さん、帳簿は私が責任を持って預かります。それから、明日営業会議開いてもいいかしら。そうですね。じゃあ、早速専務さんに連絡いたします。お願いします。じゃ。あら、忘れ物、ボロジャンバ。失礼します。由美子さん、会社の経営状態が悪いっていうのは本当なんでしょうか。そういえば仕事は忙しいんですけど、なんだか。そうですか。お嬢さんを助けて、社長として間違いのないよう気をつけてやってください。お願いします。そんなに社長さんのこと思ってらっしゃるのに、あんなことおっしゃるなんてひどいと思いますわ。いや、一人ぐらい悪口を言ったり水をぶっかけたりするものが必要なんですよ。まあ、だいたい周りのものがちやほやすぎるでしょ。あれじゃそのうちダメになっちゃう。かえってお嬢さんがかわいそうじゃないですか。なんと言ってもまだ16のお嬢さんですからね。わかりますわ。でもあれでなかなかしっかりしてるんですよ。しかしね、はお嬢さん、一度失敗でもしてごらんなさい。そうでしょうか。まあそばでよく見てやってください。失敗したら慰めて元気づけて。わかりましたわ。じゃあ、あ、ジャンパ。お、いけね。Thank you.
要するにですね、この帳簿には至る所に不審な点があり、ずさんなところがあると認めます。商法の規定でいつ何時関係官庁の監察がないとも限りません。はその時には全てが会社の怠慢ということになりますよ。これからは気をつけてもらわないと困りますわ。は今後は絶対に。なんだ甲斐谷君、あんな小娘に尻尾つかまれて。気をつけてくれたまえ。なんと不覚を取りまして。なんだ岡倉君、知ったのか。君困るよ、こんなところにのこのこやって来られちゃ。いやしかしじれったくって見ちゃいられませんよ、あんた方は。君が私の部屋に来てるところを社長か誰かに見つけられたらまずいよ。バカに邪魔にしますね。でもいいニュースを持ってきたつもりなんですがね。いいニュース？ええ、パシフィック製菓じゃ日本一乳化の買収合併によってあんた業務を拡張することに方針を確定しました。専務、いよいよあんたの活躍する時が来ましたぜ。うん、まあ早いとこあんたが実験を握ってことを運んでくれないと、これは大事な時期ですからな、今や。だから今君に来られて計画がバレでもしたら困ると言うんだ。日本一の内部のことは私に任しておきたまえ。でもどうもお嬢さん社長にキリキリ舞いされてるよ。よう、由美子さん、相変わらずお綺麗ですな。専務さん、この書類もう一度よく調べていただきたいそうです、社長さんが。こんなもの君黙って判をさせればいいじゃないか。そうは参りませんわ。社長さんとても熱心にお調べになりますから、うん、それから営業会議が始まる前に専務さんと宣伝課長さんお目にかかりたいそうですから。うん、分かった分かった。お父さん、ちょっと。うん、何か買ってほしいのかね。君がなら死んだお母さんの使いなさい。まだ流行遅れってほどじゃない。そんなことじゃないわ。私の質問に隠さず答えてほしいの。なんじゃねえ。専務さんのところへ赤倉さんが来て我が物顔に振る舞ってるのはどういうわけなの。うん、それは由美子、なぜそんなことを聞くのかね。お父さん、お父さんたち何か企んでんじゃない？何か会社に悪いこと。父親捕まえて何を言い出すんだ。私心配だから言うのよ。社長になるようにってお嬢さんの気持ちを動かしたのは私でしょ。お父さんが頼んだからだわ。分かっとるよ。その社長さんにもし傷でもつくようなことがあったら私どうすればいいのよ。お父さんだってそうよ。部長さんになれたのは会長さんのご指名があったからだわ。ご病気になったからってその信頼を裏切っていいの。分かっとるよ、そんなこと。由美子、お前は何も心配することはないよ。本当ね、お父さん。うん、だ大丈夫だ、心配いらない。由美子、街灯は新しいの買ってあげるよ。社長、何か。あ、専務さん、この方は入社いたしましたからね。お、並木健吾さんです。専務の安田です。宣伝課長の三之江です。インダストリアルデザイナーですの。インダ、ご存知でしょ。口紅から機関車までという。あ、君知ってるね、三之江君。あ、あのストリップの題名。こら、バカなこと。当分は社長好きで宣伝企画をやってもらいます。私、我が社では企画宣伝事業の面が一番立ち遅れていると思うんです。いや、そんなことはないと思うんでやすが、宣伝課といたしましては全予算の 25% を計上しておりますよ。だとすれば専務、失礼ですが予算を十分に活用しておられないようですな。そもそも宣伝というものはですね、最小の経費で最大の効果を。いや、ご考説は後で拝聴しましょう。とにかく会議を開きましょう。いや、あ、ちょっと
それからうちは放送方面の宣伝はどうなってます？あ、JODC に日本一アワーを出しておりますが。ああ、あれもパシフィック製菓のニコニコアワーに食われてるじゃありませんか。ゴールデンアワーはすっかり向こうに抑えられちゃって、あれじゃダメですな。テレビを利用しようと思うんですがどうですか？ああ、それはよろしいですな。しかしあれは金を食いますよ。出演者のギャランティも莫大になりますからな。それは慶吾さんの新企画で、最小の経費、最大の効果、ギャランティーなしの名優がいますよ。おお、誰です？それはいずれ会議でお話します。いろいろ計画もありますんで。あなたと私の日本一乳化がお送りする歌と踊りの豪華ショー、今日から謎の特別出演者が登場いたします。さあ、それは誰でしょう？歌いなさい、青空眺め、みんな優しい笑顔を見せて、夢を歌えば涙も消える。歌いましょう、街から街へ朗らかに、歌の花束咲かせましょう。仲間みんな陽気に肩すり寄せて、星に歌えば地球を戻る。歌いましょう、窓から窓へほのぼのと、歌の灯火ともしましょう。火事に喧嘩にちょいと夏祭り、だてじゃないぞえくりからもも、いきな勇みの木あり節、えいやよいやせの木あり節。寂しさを誘う青い星かね、旅の夜の空は憂いを抱く。土から首を出したよ、もうすぐ春がそこに来ている、楽しい春が来ている。ほらほら釣り金草がにっこり花を咲かせた。風ぬるま
つば九郎わびしじゃないか君が万丈に山越えの声歌うの杖に小花が揺れる私は可愛い渡り鳥親方こんなところにいたんですか王さんって人は見えてますねキャラメルやチョコが大量に減るとかって言ってね仕事の話はどうだなんだな親分ともあるもんがこんな子供の歌がなんか秋の七草涙で詰めば梅雨がこぼれる旅空よ空遠い空の父様星よ私は流れの渡り鳥パセフィックが目抜きの場所に富士山の広告塔を建ててることは皆様ご存知の通りですでこの際我が社も対抗上この広告塔を絶対に建てる必要があると私は思いますしかも建設費はわずか2000万円建築の構造はご覧の通りです素晴らしいわねえ建てましょう広告塔これが銀座にできたらどんなに綺麗でしょうしかし広告塔一つに2000万円とはこの頃宣伝費がかかりすぎてなんとかならないかしら専務販売成績がこんなに上昇してますですから決して宣伝費のバランスは崩れちゃうそれから今度テレビの方にも秋山五郎君という新進演出家をお願いしましてますます新機軸の分かった分かった君の新機軸のおかげで宣伝は行き渡ったし販売も上がりましたよ確かにしかしだな問題はだ品物が売れれば売れるほど会社の腹が痛むという状態を君知っとるのかねそんなバカなこと経理部長説明してやりたまえはつまりですね、原料の値上がりことに砂糖の暴騰の結果原価計算上どうしても採算割りということになってきて、まあ値上げでもせん限り現状では安い砂糖が大量にでも入らない限りいくら販売成績が上がっても赤字を増すばかりだ広告塔の建設など問題にならん立てても風が吹けば吹っ飛んでしまうぞ問題は原料だよ安い砂糖だよまどかが来た。まどかが。まどかが。あんまり興奮なさらずに。いやいや、分かった。おかげになってさ、うん。おじいちゃん、血圧が高いんだってね。うちのお灸を据えれば済む。先生、どう持ってきた？ああ、持ってきたとも。黙って据えればピタリと治る稲荷灸だ。お嬢さん、気をつけたらいいですよ。お杉さんと来たら、おじいさんでも牛でもみんなお灸据えちゃう気なんだから。牛なら引くけど、お前さじゃ引かないよ。もぐさばかり食って、大体人間がパーだから。ケンゴさん、何考えてんの深刻な顔して。サトウキビ植えるんだ、向こうの丘に。サトウキビそれでお砂糖取ろうっていうのね。原料購入はあなたの係じゃなくてよ。そんなに思い詰めないで。いや、そのサトウキビをね、牛に食べさせんだ。あら。するとね、牛が甘いミルクを出すね。わあ、すごい。それからコーヒーの豆を食べさせんだ、うん、それで？で、ミルクコーヒーが取れるということになれば誰も苦労はしませんよほら、騙したな待ってほらうさまどかおじいちゃんコマーシャルまた30秒ありがとうロケです
じゃあ明日の5時から本番行きます。お疲れ様。どうもお疲れ様でした。素晴らしいもんだよ。恐れ入ったよ。君はこうやって会社のために大活躍しようとは思いもよらなかった。頭を下げるよ。あら、五郎さん、ジャンバどうしたの？うん、ちょっとね。逆立ちして舞台を3分待ってニャンと言ってちょうだい。そうすればいいもんあげる。さ、逆立ち。よし。よっ。いや、これは完全に一本前ったよ。ごめんごめん。ちょっと待ってて。お待ちどうさま。あ、どうも。チャックのとこも直しときましたわ。そう、すまんな。これであと3年は持つな。あとでお汁粉でもおごるからね。お、指から血が出てるじゃん。うん、五郎さんって早く早くって催促なさんですもの。針でついちゃったの。大丈夫かい？どれどれ。あら、社長さん、もうお済みになりましたの？ええ。五郎さん、私帰りますわ。今日はもうこれでいいんでしょ？うん。あ、明日本番だからね、忘れないで。だいぶ血が出てるよ。医務室へ行こうか。大丈夫よ、そんな大げさにしなくても。でも、バイキンでも入ると大変だから。さあ、お嬢さん、願い事があるのね、久子さん。ええ、ちょっとねえ、テケテンテン、テンテン、コンと踊ってお参りすれば、願い事が叶うそうよ。まあ、どうしてご存知なんですか？この間、三八さんに教わったの。ねえ、一緒にやってみましょうよ。まあ、お嬢さんの願い事って何かしら。何でもないけど、私も何でもないけど。本当はね、私。え？私、好きな人があるんです。まあ。てかてん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 。お嬢さんもどうぞ。1、2、3。てかてん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 。テゲテンテンステンテン、テゲツクテゲツクステンテン、テゲテンテンステンテン、テゲテンテンステンテン、テレツクテレツクステンテン、テゲテンテンステンテン、テレツクテレツクステンテン。キフコ、手伝ってくれよ。あ、いけない。私、仕事やりかけなの。お嬢さん。あ、おじさん。お願い事ですかい？ええ、でもダメなんです。ダメ？ダメなことお願いしてどうなるんで。でも、いいんです。お嬢さん、ちょっと家へ寄ってきませんか？汚いとこだけど。でも。遠慮はいらないや。それに第一、社長さんがそんな泣きべそをかきそうな顔で帰っちゃおかしいじゃないか。まあ、おじさんのところで一服してくんだね。気が晴れるよ。さあ、入った入った。お茶でも入れようね。そしておじさんが面白い話をしてあげよう。社長さんとこのようにはいかん。
借りと嫌いかね。これしかないけど。どうしたんだね、お嬢さん。おじさん、この写真。え？それはその昔の女優さんの写真でね。おじさん、その人の舞台が好きだったんで。この人とおじさんとは何か。いや、違う。何でもない。何でもない。でも、ご仏壇にあげてお供養してるじゃありませんか。何？置くとこがなかったんだ。おじいちゃん、これ、私のお母さんの写真です。おじいちゃんは、まどかのおじいちゃんだったのね。いや、何を言うんだ。そんな立派な社長さんのおじいさんが、私のような。なぜ隠すの？おじいちゃんは、そんなにまどかのこと嫌いなの？ひどいおじいちゃん。おじいちゃんがここにいると知っていたら、お母さんには会えなくても、お母さんのことが聞けるんですもの、どんなに嬉しいか。それなのに黙ってるなんて、隠すなんて。まどか。おじいちゃん、許しておくれ。だけどね、おじいちゃんは太鼓持ちなんだ。こんな立派な社長さんが孫だなんて言えるわけのもんじゃねえ。バカなおじいちゃん、社長だって太鼓持ちだって同じよ。立派なお仕事じゃねえ。ありがとう、ありがとうよ、まどか。あ、社長、なんだ、こんなとこにいたんすか。劇場の方からホープを探してあげたんです。至急これに半ください。どうしたの一体。原料のお砂糖がね、とても安く手に入るんです。実はテレビでいろいろ便宜を図らってくれた赤倉という人の紹介で、非常に有利な話なんです。でも社長の班なら会社よ。そうか、困ったな。しかしこれにパシフィック製菓が目をつけてるって情報もあるんです。出し抜かれると困るんだがな。社長、すみませんが、すぐ一緒に会社行ってください。ええ、行きます。ありがたい。これさえあれば専務に宣伝費のことでぐずぐず言わせませんよ。何しろ生産コストがぐんと下がるんですからね。いや、赤倉君にはかなわんよ。それほどでもありませんよ。これが並木がやった契約ですよ。今時本当に砂糖がこの値段で入れば、第一我々パシック製菓のこと放っときゃしませんやな。おいおい、貝谷君、何を元気のない顔しとるんだ君。飲みたまえ飲みたまえ。部長、飲みたまえ。いや、赤倉君、君の筋書き通り運んだね。いや、苦労しましたよ。あれはどうもテレビの契約であんたね、知恵を貸したりね、並木を手なずけたり、それから先があんたギロチンか。はい、ギロチン、ギロチン、シュラシュシュシュってやだ。ギロチン、ギロチン、シュラシュシュシュ。ギロチン、ギロチン、シュラシュシュシュ。よー、いっぱいに待ってました。恐れ入り立て祭ります。いやいやいや、もう一回。ありがとうございます。旦さん、ギロチンって何でございます。ギロはね、チンするなるほど、これでございますね。こらいいや、いやいや、こらいいな。また来たぜ。お砂糖4分にうどん5個ですってね。会社もこんなの買ってお好み焼き屋でもやんのかしら。ひでえもん捕まされたもんだぜ。かわいそうにな、みちさん。さんざんしばられてるわ。専務が感化。会社のためを思ってしてくれたには違いないが、こんなひどいものを捕まされるなんて、君はこの現物を見てやったんですか。あ、いえ、その見てやったなら詐欺だよ。見ないでやったなら大きなミスだよ。会社の下半期の収益などはこの損害一つで不意になったよ。申し訳ありません。大体赤倉などという男の言葉を信用して、あいつはうちの社をクビになった男だよ。は、私は君を信用していたが、ビジネスマンとしての資格はゼロだね。でも健吾さんには今までたくさんの功績がありましたわ。社長、社長だって
この契約を事前に私に相談してくだされば。無論責任は私にもありますが、実は会長に報告しないわけにはいかんので、海谷部長を別荘にやりましたところ、会長もひどく心配されて病苦をして来社されるそうです。社長、責任はすべて私一人です。辞めさせていただきます。いろいろお世話になりました。短い間ですが、仕事は本当に楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。並木さん、 あの契約、赤倉さんの紹介でなさったんですってね。ええ、よく調べればよかったんですけども、あの人の前歴はまさか。私が早くお話しとけばよかったんだわ。いや、僕のことならいいんですよ。それよりね、由美子さん、社長のことお願いします。いろいろ気がかりなんだけども、まあ何かあったらいつでもおっしゃってください。お手伝いします。じゃあ。お父さん、お父さんも赤倉さんのこと知ってらしたのね。バカな、知らん、知らんから契約にも。うそ、専務さん、赤倉さんのことあんなに悪く言ってたくせに、この間まで赤倉さん専務室に来てたじゃありませんか。知らん、わしは忙しい。お父さん、おじいちゃん。まだか。お前は専務に相談もせんで大失敗をしよったそうじゃの。勝手な契約をして。会長、ええか、今後は一切事業のことに口出しをしてはいかん。お前はただわしの代わりにそこへ座っとればそれでええのじゃ。仕事はこれから専務にさせます。うん、分かったな。ええ、会長、責任は私にもありますから、どうぞお嬢様をお叱りにならないで。まあ、過ぎたこっちゃ損害は仕方がない。取り返すように努力するんじゃ。例の契約の件は今日中に完了することになっておりますが、もうすぐ大島もお見えになると思いますが。安田君、今日の契約にはわしも立ち会おう。お願いいたします。おや、ケイワさん早いじゃないか。あ、会社クビだ。そう、クビ痛むのか。いや。じゃあお給料いただくからね。お杉さん、今何つった。首はどうかしたんだ。さえ、首、これかい。師匠、大変だ、首だよ。失礼、うちを間違えまして。師匠、首だぞ。うん、ゆうべ徹夜で、今日また6時から仕事なんだよ。もう少し寝かしてくれ。圭吾さん、冗談じゃないの、会社が首だなんて。本当だよ、またペンキ屋だ。おい圭吾、お前。いや、僕はバカなことしちゃってね。クビになったのか。ああ、すっかり社長に迷惑かけちゃったんだ。それで社長は辞めんのかい。うん、おじいさんが大変怒ってるらしいんだ。それで悪いやつが会社をどうかするなんて話はねえのか。え、いや、実はね、この間お座敷で日本一入荷の専務さんと赤倉とかいう人と会ったんだ。何、赤倉。輸出がどうとかして三国人の王とかいう人を使って何かするなんて言ってた。王、そこに持ってってこいつが会社のキャラメルが一度にダーッと露店へ流れるってなことを言うじゃねえか。会社のキャラメルが露店へ。おい、それは本当か、さんちゃん。何でもね、二三日中にガマル小屋分とから莫大なネタが出回るって話なの。しかも本音でね。バカな、そんなことしたら会社の信用に関わるじゃないか。そうだね。おい圭吾、俺お嬢さんに連絡取ってくる。いいよ、お前疲れてんだから俺が行ってくる。いや、いいんだよ、お前さんちゃんに案内してもらって、そのガマル小屋分を捕まえてくれ。お、なんちゃん頼んだよ。冗談じゃねえ、これ波しちゃにくに口止めされてんだよ。俺断るよ。何言ってんだよ、お嬢さんの会社のピーチじゃねえか。じゃあさんちゃん行こう。いや、そんなこと言うけどさ、ガマル小屋に借金もあるし、今行き張り倒されちゃ殴られちゃうよ。殴られたっていいじゃないか、一つや二つ。お嬢さんのためじゃねえ。いや、そんなこと言ったって俺困るよ。何言ってんだよ。俺はやん、言うこと聞かねえとお給だぞ。いや、お給って、いい、あ、おお、うわ、ほら、おお、うわ、会社会社会社。あなた方ね、たくさん儲かります。私ね、少し儲かります。いい話ですね。ご覧の通り数量が多いから、うん、鹿の半値でも十分に採算が取れるわけです。うん、なるほど、うん、社長さん、お電話です。もしもし、あ、五郎さん。え、ええ、ええ、
詳しいことは三八君が知ってるんだが、いいかい、王さんという人との異質な話について気をつけるんだよ。心配だからそっちへ行きたいんだが、舞台があるんでね。あ、それから明日テレビの中継があるから忘れないでね。じゃあ急ぐから。おじいちゃん、ちょっと。なんだ。お話があるの、うん、ちょっと失礼。あらね、その草を。おじいちゃん、まどかに考えがあるの。南方輸出の話、伸ばしてもらっちゃいけないかしら。バカなことを言いなさい。王さんは契約のためにわざわざ来られたんじゃ。でも、ほんの2、3日だけ。たった今、事業に口出しをしてはいかんと言うたばかしじゃないか。あんまりわからんことを言うと、社長辞めてもらうよ。ああ、かわいい社長さん。どうしました。いや、あ、ちょっと。でもね、おじいちゃん。まだ言うとるのか。安田君、まどかにはやっぱり社長はまだ無理じゃ。今日の契約にはわしが社長として判をしますからな。いや、どうも失礼しました。あまりに叱るのはいけませんね。いやいや、まだ16でしてな、わからず屋で困っとります。早速契約に取り掛かりましょう。まどか、社長の判を持ってきなさい。社長さん、遅いですね。ああ、呼んできなさい。はい。由美子さん、私から五郎さんに渡すつもりだったけれど、あなたから差し上げてください。会長、社長さんが。まどかがどうしたんじゃ。これを。おじい様、一生懸命やったけれど、やっぱりまどかには社長さんはダメでした。さようなら。まどかどこ行ったのじゃ。すぐ探させなさい。わしが探す。車だ。車を呼んでください。車。ああ、いけません、いけません。また決着する。それに会長、まだ王さんとの契約の方が。いや、そんなことはあったじゃ。まどかのことだ。それよりも車じゃ、車呼んでね。おい、誰か、車呼んで。おい、車じゃ。車。社長さんに間違いでもなければいいけど、私心配だわ。どうした。あ、みんなに聞いたけど、来てないらしいよ、社長さんは。あ、はい。五郎さん、忙しい人。ここは五郎に任せて一緒に探していきましょう。何心配することありませんよ。案外またのんきにジャズでも。でも今度おじいさまにきつく叱られたし、それに会社の方もうまくいってないんで、とても悲しそうにしてらしたんです。おう、明日テレビの舞台中継もあるし、一体どこ行っちゃったんだろうね。いや、だから一緒に探してもらいたいんで。あ、五郎さん、社長さんがあなたにこれを残して。私から渡してもらいたいって。分かった、すぐ横丁行って手分けして探そう。うん、五郎さん、これを持って渡してくんないか。すまん、忙しいんだよ今。行こう。いっぱいさん、お嬢さんはまだ見えないんですよ。ここで頑張ってるんだけど。そうか。おう、みんなで手分けしてもう一度探そう。さあ、来ちゃん、行こう。え、俺も行か。あの、
おばらけのお嬢様、お見になってないでしょうか。こっちが心配して探してんだよ。この山さん、大稲荷陽子じゃないと、今度はどこを探せばいいの。ここじゃないですと、どこかね。あそこかな。おや、会長が。一八、しばらくじゃったの。まどかが来とるじゃろうね。どこにいるのかね。こっちの方で聞きたいぐらいです。いや、隠さんでもええ、分かっとる。近頃あの子が何かと言うと浅草へ来たがると思っとったら、お前が手なずけとったんじゃな。言いなさい、どこにおるんじゃ。すぐ連れて戻りますからの。知りませんよ。嘘を言いなさい。嘘ですって。お前がまどかを出してくれるうちは、わしはここは動きませんぞ。しかし、わしは本当に。なあ、一八。まどかはわしのたった一人の孫じゃ。頼みます。まどかをわしのところへ返してくれ。この通りじゃ。小原さん、あなた相変わらず苦手の人だ。20年前とちっとも変わってやしない。まどかは私にとっても可愛い孫ですぞ。もしも私がまどかの行き先を知ってるなら、どうしてほっときますか。どうして間違いなど起こさせますか。そら、私は太鼓持ちです。会社のことがどうなってるかさっぱりわかりません。しかしね、小原さん。まどかが可愛い気持ちだけはあんたには負けませんよ。ええ、負けるもんですか、金輪際。何を言うか。わしはあの子の望みなら何でも叶えてやっとる。家庭教師もつけとる。いろいろ気も使っとる。何も知らんで。偉そうなことを言うな。子供を幸せにするのはお金や地位じゃありませんよ、小原さん。何じゃと。現にあなたが、まどかの気持ちを本当に考えてやらなかったから、あの子がどっか行っちまったじゃありませんか。小原さん、まどかが家出したのはあなたのせいですぞ。かわいそうに、あの子はどこ行っちまったんだ。どうしてるんだ。お嬢さん。あ、三八さん。どうしたんです。みんな心配して探してましたよ。さあ、横丁へ帰りましょう。それより私、ガマロコ親分のところ探さなくちゃ。え、ガマロコ親分を。うん、会社のお菓子横流しすること、親分に聞けば分かるんでしょ。うん、そりゃそうだけど、私自分で探そうと思ったけどダメなのね。三八さん、私をガマロコ親分のところへ案内して。うん、うん、行こう。俺まずいや。どうしたの。俺ガマロコ親分に顔合わせらんないことがあんだよ。じゃあ自分で話すからいいわ。さあ行きましょう。うん、さあ。うん、またね。横丁でもひょっこり来てるんじゃないんでしょうか。コロナの初めに横丁来てますよ。隅田川の方を探してみましょう。あ、そうだ、大学ラップの白五郎に聞いてみよう。おい、ひろこ。あ、いけねえ。この間のラムの割り勘だろ。あいつは今度な。おう、飛車取り。飛車は飛車取り。おい、その手はお前。え、うん、おい、ガマロコの親分見なかったか。おう、そんなのさっき大学ラップは白子に見せる前で。うん、でもだね、500円だ、どうだい。おい、知らないよ、知らないよ。え、今買わないと知らない、やるぞ、知らないよ。やっぱりわかんないんだ。じゃあロックの方行ってみましょう。君まだ勤めがあるんだろ。うん、いいのよ。お嬢さんかわいそうですもの。いいよ、あとは僕が探すから。ねえ、一体どこなのよ、親分の家は。うん、家行っても無駄だと思うんだよ。家はめったに帰ってこないんだからね。3日も4日も、一月も二月も1年も2年も、この間もちょいと出かけてくるよっつって一生帰らなかったことが 2,3 度あるんだからね。何言ってんのよ。浅草のどっかにはいるんでしょ。うん、腹も減ってきた頃だし。あ、わさびの九助んとこ行って寿司食ってるかもしんないよ。行ってみよう。さあ、次郎さんに食って出て行ったんだがね、寿司でも食っていかないか。寿司。おお、そりゃいいな。タコ味、イカに、卵焼きに、アナゴに、かまぼこ、ここか。お嬢さん、何食べる。ダメよ。え、急がなくっちゃ。でも…どうしたの。お嬢さんひでえやん。せっかく寿司が食えたのに。
腹が減って腹が減って。しっかりしてよ、早く探せなくちゃ。もう諦めた方がいいですよ、これだけ探していないんだから。困ったわ。お嬢さん、お嬢さん何してるんです？みんなが心配してるのよ。キフコさん、ダメなの、私もうダメなの。どうしたの一体？会社を助けようと思ってガモロ小屋分探してんだけど。どこにもいねえんだよ。あら、ガモロ小屋分ならうちへ来てるはずよ。え、あんたのうちへ？お給料制に毎日今頃。三八さん、え、あんた知ってるはずじゃないの。それがその、つまりその。早く行きましょう。 おい、親方、こんばんは。あら、お嬢さん。お、お嬢さん、なんでなんでなんで。お笑いじゃねえんだぜ。こたえもなく減ってきやがって、金子も刑事来やったのか。いや、あの、用がす。親方、あの、実はお願いがあってきたんです。こっちのまだ火がついてないんですね。あ、あの、この方、日本一乳化の社長さんなんですが、今度、親方が大量に取り扱うあの、日本一キャラメル、あれの後ろに何か悪いことがあるんじゃねえかって感づいたんですがね、証拠がなくて弱っちゃってんですよ。それからまあ、親方の力をお借りしてって、まあ、こういうわけなんで。いやいやいや、三八、え、てめえ、誰のことって喋りよったんだ。親方は何も知らねえよ。なあ、親方。そうだ。親分さん、聞いてください。私みたいな、16の娘が社長だなんておかしいけど、それでも私、一生懸命だったんです。会社で安いお菓子を作って、お金のない寂しい子供たちにたくさん食べさせてやりたかったんです。でもダメになっちゃったんです。今度のことで会社がひどい打撃を受ければ何もかもおしまいですね。おじさん、子供たちのためにお願い、会社を助けてちょうだい。お願いします。親方、このお嬢さんは足立横丁の人間の友達なんです。横丁の奴らみんなこのお嬢さんが大好きなんです。だから親方、お願いします。ねえ親分、お嬢さんを助けてやっとくれよ。お願いします。やい三八、てめえ親分の商売因縁つけにきゃった。いやいや、決してそんなわけじゃ。なるふざけよって、とっとと帰られるとためおかれる。この野郎、あなたその乱暴なこと。おい、てめえ。お嬢さん、俺は親分に関係のねえ話だ。黙ってけんな、黙って。なあ、親分。うん。親分は忙しいんだよ。お嬢さん。親分。聞いたことのある声だが。知らないのかい？お嬢さんはテレビのスターじゃないか。あ、そうだ、親分の大好きなテレビの。親分、どうかしたんですかい？
暑いんですかい？暑いんじゃねえ。すぐあの娘くんとこい。すぐだぞ。えい、ちょっと待て。社長さん来ない。そのハンコ、責任ありますか？は、しかし契約は会長が責任を持って。うん、後でね、ごたごた困ります。いいですね。大丈夫。小原十三郎が絶対に責任を持ちました。待って。社長員なら、私をしますわ。まだか。どこ行っとったんじゃ。おじいちゃん。私、よく考えてみたんだけど、まだ社長さん辞めたくないんです。何もわしだって、辞めろと言ったわけじゃないよ。それに専務さん、私やっぱり少しでも安いお菓子をたくさん作って、日本中の、いや世界中の子供たちに分けてやりたいんです。それが私の夢なんです。では、契約は？もちろん賛成ですわ。どこに押すんですか？ああ、ここね、かわいい社長さん。南方の子供たち、喜ぶでしょうね、井上さん。井上？私、井上さん違うよ。王さんよ。あら、ごめんなさい。でも、私の知ってる井上っていう人にそっくりだわ。井上じゃなかった王さんでしたね。あなたのお友達が来てますわ、そこに。あ、友達？井上さん。こんなお嬢さんを倒すなんていいことじゃありませんぜ。ガマロク、親方は金儲けが大好きだが、人間の仁義までは叩き売りしねえぜ。なあ、親方。うん、そうだ。そんなこと言いまんなって。このお嬢さんの言うことを聞いてみな。一銭でも安い菓子をかわいそうな子供たちにくれてやりて。その話を聞いた時には、親方も俺も恥ずかしくて恥ずかしくて。泣けてきたんだ、なあ、親方。そうだ、ほら。ほら、投げてきたんだ。専務、これは一体何のこっちゃ。私にはさっぱり。経理部長さん。会長、申し訳ありません。海谷君、君は何を。私は赤倉に踊らされて会社を乗っ取ろうなんて大それた企みの仲間入りを。この話も、それから並木君が辞めました佐藤の事件も、みんな赤倉の仕組んだことでございます。専務、君たちはそんなことを。会長、それはその。バカ野郎。お父さん。由美子、すまん。お父さん苦しかった。お父さん。部長さん、ありがとう。時間がないわ、由美子さん、急ぎましょう。まどか。あと5分、どうしてくれるんですか、マックは。いや、きっと大丈夫ですよ。スターがいないじゃありませんか、スターが。とにかく責任は僕が取ります。始めてください。僕は取ろう。五郎さん、すいません。ヤンバ来てくれてんのね。ダメじゃないか。出演者は開幕30分前に楽屋入りしなくちゃいけないんだぞ。テレビの方に来たって言ってください。はい。さあ、来て来て。ジャンバどうもありがとう。とってもあったかいよ。よく似合うわ。五郎さん、社長さん、会社の危ないところを救ったのよ。それなのにあんなに怒鳴ったりして。しかし、舞台で出るからには舞台の約束を守らなくちゃ。でもひどい方。そんな怒らなくたっていいじゃないか。怒りますわ。喧嘩してんの？ううん、別に。会社助かったわ。あ、そう、よかったね。まどかちゃん、しっかり頼むよ。2秒前、1秒前。はい。Thank you.
眺め、みんな優しい笑顔を見せて、夢を歌えば涙も消える。歌いましょう、街から街へ朗らかに、歌の花束咲かせましょう。おじいちゃん、まどか、よく来てくれたね。わしが悪かった、許してくれ。うん、そんなこと。歌いなさい楽しい仲間、みんな陽気に肩すり寄せて、星に歌えば自信を戻る。歌いましょう、窓から窓へほのぼのと、歌の灯火灯しましょう。嵐に負けず、いつも明るく手に手を組んで、共に歌えば嘆きも晴れる。歌いましょう、胸から胸清らかな、歌の微笑み送りましょう。